お待たせいたしました。東京ドームです。読売ジャイアンツ対広島東洋カープ、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の堀田、対するカープの先発は右の遠藤、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の堀田、マウンドに上がりました。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは西川。背番号63、はい、第9、投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。いきなり153キロ、投げた、打ちました、レフト前に出る、ヒット。西川、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9、危ない球、第2球、バントしました、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。第9、投げました、初球高速スライダー空振り、1球目空振りから低めストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ、投げました、空振り三振、小園、全くタイミングが合いません。先ほどのプレーです。バッターは4番マクブルーム。第9、投げました、ストライク、いきなり152キロ、2球目ストライク。第3球を投げました、1つ外したボール。さあ、4球目打ちました、ファールボール。次は5球目投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。さあ、リプレイです。堀田、ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。ジャイアンツまずは無得点に抑えました。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは坂倉、投げた、ボール、投げた、見送ってストライク。第3球打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。バッターは6番長野、背番号5。第9、投げた、高速スライダー見送ってストライク。さあ、次の投球、ボール、投げた、打った、ファール。第4球を投げた、長野振り逃げだ、そして今拾い直した、あっと送球それた。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。第9、縦のカーブ決まってストライク、まずは決めてきました。第2球、投げました、インコース低め空振り、これで追い込みました、追い込んでから投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、低めいっぱい、見逃し三振。バッターは8番上本、背番号0。第9、投げました、ボール。第2球、投げました、直球ストライク、インローへ。投球はこれから3球目、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。アウトロー際どい球、ボール、投げた、見送ってボール。第6球は一塁ランナー自動的にスタート、三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2回の表が終わって1対0、ジャイアンツ1点リードは変わりません。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー遠藤。第9、危ない球。第2球、投げた、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げた、見送ってストライク、追い込んでいます。さあ、4球目、膝元へズバッと決まって見逃し三振。リプレイをご覧ください。打順はトップに帰って西川。第9、投げた、外角低め、見送ってストライク、いきなり153キロ、危ない球。第3球を投げた、アウトロー見送ってストライク。さあ、4球目打った、一二塁間ライナー破っていった。西川、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。第9、打ちました、初球打ち、
吉川ボールを取る、アウト。ジャイアンツ同点のピンチを迎えます。ランナー一人を置いて迎えるバッターは小園。大きな声援が届いています。初球ストライクから第2球打ちました。あっと抜けた、ライトバックホーム。小園いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。初球決まってストライク。1球目ストライクから第2球ストライクになった。キャッチャー二塁タッチはアウト。盗塁を阻止しました。堀田ツーアウト一塁三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターはマクブルーム。初球空振り、タイミング合いません。初球空振りから第2球打ちました。いい当たり、ヒットになります。ボールはセカンドへ。マクブルームツーベースヒット。ジャイアンツ同点のピンチを迎えます。先ほどのプレーです。ノーアウトランナー二塁となりまして、坂倉。ジャイアンツ一打同点のピンチを迎えています。第2球アウトローの直球はボール。第3球を投げました。決まってストライク。次が4球目投げました。流し打ち、どうだ。サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げました、ボール。第2球投げました、ボール。インコース低め。第3球を投げました、高速スライダー決まってストライク。第4球を投げた、外角低めいっぱいストライク。追い込んで投げた、ボール。さあ6球目投げた、打ちました、ファウルボール。第7球を投げた、空振り三振。バッターは7番聖金。これが2度目のバッターボックス。低め外角ストライク、いきなり151キロ。1球目空振りから第2球ストライク。第3球を投げた、見逃し三振。取った、ナイスピッチング。さあリプレイです。堀田ここまでランナーは出していますが無得点に抑えています。4回の表が終わって1対0です。5回の表3点を追いかけますカープの攻撃。この回のトップバッターは上本。今日の第一打席はスイングアウト、投げました、打ちました。サード正面のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー遠藤。第1球投げました、アウトロー。直球は外れてボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球は打った、ファウル。第4球を投げました、打ったに当たりだ、クリーンヒット。遠藤ナイスバッティングです。バッターはトップに帰って西川。第1球投げました、打ちました。岡本掴んだ、一塁へ送る、アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。バッターは2番菊池。第1球投げた、アウトコース低めいっぱいストライク。まずは入れてきました、投げた、打ちました、取りました。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。堀田毎回ランナーを出していますが無失点に抑えています。5回の表が終わって3対0です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは小園。投げた、初球打ち流した、打球は三遊間へ。小園いいバッティングを見せました。バッターは4番マクブルーム。これが3度目のバッターボックス。第2球投げた、直球決まってストライク。軽く追い込んでまいりました。投げた、打ちました。次は4球目投げました、打ちました。第5球投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。第1球投げました、初球空振り。第2球投げました、インロー際どい球、ボール。第3球ストレートはボール。
投げました。アウトコース低め空振り。タイミング合いません。投げた。ボール。第6球を投げた。内角低め。見逃し三振。第1球投げた。ストレート見送ってストライク。初球ストライクから、外角低めいっぱい、ストライク。投球は3球目。投げた。アウトロー際どい球、ボール。第4球はサークルチェンジ、空振り三振。3者連続三振。リプレイをご覧ください。堀田、ここまでランナーは出していますが無得点に抑えています。6回の表が終わって4対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは聖カネ。ここまで2打席連続三振。投げた。アウトコース低め、ボール。第2球、高速スライダーはストライク。投げました。これは引っ掛けた。岡本下がっていった。ファールボール。追い込んでから第4球をサークルチェンジャー、ボール。内角低め。第5球投げました。打ちました。坂本ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番上本。今日は三振とサードゴロ。投げました。ストレートはボール。第2球投げました。肩のカーブ見送ってストライク。第3球を投げました。まっすぐ見送ってストライク。投球これから4球目。インコース低め、縦のカーブ外れてボール。第5球投げた。ボール。外角低め。第6球を投げた。空振り三振。代打は松山。第1球決まった、ストライク。第2球投げた。インコース引っ張った。アウト。中島、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。堀田、三者凡退、無得点に抑えています。7回の表が終わって4対0です。ジャイアンツ快勝しました。さあ、本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。